アルバート・ W ・オーバーハウザーは、アメリカ合衆国の物理学者、米国科学アカデミーの会員。オーバーハウザー効果としても知られる、動的核分局の理論で最もよく知られている。カリフォルニア州サンディエゴに生まれ、高校はサンフランシスコのリック・ウィルマーディング高校に通った。1942年にカリフォルニア大学バークレー校で研究を始めた。 第二次世界大戦中の2年間、アメリカ海軍予備員として2年間の任務に、月大学を離れたが、その後大学に戻った。1948年、物理学と数学の学位を取得し、1951年に物理学の PhD を取得した。1951年から1953年まで、イリノイ大学で、博士研究員として研究し、ここで、 スピン文局の伝達に関する重要な理論を構築した。この理論は他の科学者によって証明されると、オーバーハウザー効果として知られるようになった。1953年から1958年までコーネル大学の教員を務め、その後、フォードモーターの研究員となった。1973年までフォードに在籍した後、バドゥー大学の教員となった。その後、 引退まで、スチュアートディスティングイッシュとプロフェッサーオブフィジクスとして、パドゥー大学に泊まった。2011年、インディアナ州ウェストラファイエットにて86歳で、死去した。ありがとうございます。